力を高めるために木材に樹脂加工を施してあるんだ。これしてないでしょ。あ、よく見ると松屋にもついてねえじゃん。これ間違いなく偽物だわ。ただのサインバットなんじゃないの？ってことは、そうね、弁償金にいいとこ1万円ってとこじゃないの？てめえ、何者だ？ほら吹いとんじゃねえわ。疑うんだったら鑑定出してみなよ。出すまでもないけど。何の騒ぎだおめえら。あんたが社長さん？だったら話が早い。鳥山さんが壊した高価な美術品ってやつね、あれ偽物だから、その鳥山さんの責任とか処分とかちょっと多めに見てやってくれない？何の話をしとるんだこちらさんは。おい大野。はい。美術品の運搬いうのはどういうことだ？俺は聞いとらんぞ。違うんです、これは。おみゃ、また会社に来た仕事を個人で受け負って未然に稼ごうとしとったんか？いえ、これはその、おみゃが勝手に何やろうが構わんがな、俺の会社に泥塗ったらかんぞ。すみません。しかもよその方にまで迷惑かけてまって、もう一発あちらさんの分も刺したるわ。タイムタイムタイム、鳥山さんの件が大事にならないんなら俺はそれでいいんで。そうですか。そんならしっかり詫び入れないか。申し訳ございませんでした。もしもし姉ちゃん。ああ、品田さんのおかげで助かったんだわ。ああ、ありがとう。姉ちゃんが今からパートに向かうそうです。パート？ああ、仕事ってことね。助かった。これで取材できる。品田さんは姉ちゃんの上司ですよね。姉ちゃんはどこのスーパーか教えてくれせんのですが、今度改めてお店までお礼に伺います。ああ、いやいや、それは結構。大丈夫だから。そうですか。でも、本当にありがとうございました。今後とも姉を、いや、美恵子をよろしくお願いいたします。はい。ミルクちゃん、今日は特にいいね。そうそう、いいよ。やだ、たっちゃん恥ずかしいだね。こんなおばさんの写真なんて。やっぱり昔の写真を。ダメダメ、そんなことしたらまた苦情殺到しちゃうよ。この間の写真苦情来とったの？もう大変だったよ。雑誌見てミルクちゃんを指名したお客さんがさ、なんであんな写真使うんだ、実物の方が断然綺麗なのにって。はい、じゃあ今度はカメラの方を振り返って。うそ。女が女を捨てなければ年齢を重ねるほど美しくなると思うんだ俺。初めて出会った15年前も綺麗だったけどさ、今日のミルクちゃんの方が綺麗だよ。だっちゃん、え？ありがとう。
お世辞じゃないからね。うん、弟のこと。ああ、あんなのいいってことよ。それよりミルクちゃん、これは外しておこうか。あれ、やだ、ごめんなさいね。そろそろ体験取材しましょうか。今日はお礼の気持ちを込めてよーけサービスしたるわ。それじゃシャワー浴びますか。やべ、忘れてた。俺の3万後にしてよ。急ぎで原稿入れないと宇野さんに返すお金ももらえなくなっちゃうんだから。返す気もねえくせによく言うぜ。んなことないって。原稿料もらったら宇野さんとこ直行しようと思ってたんだからさ。どうせあの闇金にも同じこと言ってんだろ。図星だろ。逃げられないように仕事場まで同伴するぜ。マジで？おめえ、いつからあの闇金に借りてるんだ？闇金って高杉さんのとこから？あの人が金栄町に来たばかりの頃だから1年くらい前かな。あいつは相当ヤバい金貸したって噂だぜ。やばいって？名古屋組とつながってるってこと？噂だけどよ。名古屋組って怖いのかな？そりゃお前こっちだもんよ。宇野さん、名古屋組の組員って見たことある？俺はねえけどよ。俺も金栄町に来て15年だけど名古屋組どころかヤクザっぽいやつさえあんま見たことないよ。声でけえよ。でもまあ多分どっかにはいるんだろうよ。噂だと蕎麦屋の出前が間違えて名古屋組の事務所に入っただけで目ん玉くり抜かれたとか聞いたぜ。とにかくこの辺じゃ泣く子も黙る組織って言われてんだ。そことつながってるようなやつから金なんか借りたらお前本気で殺されかねないぜ。あら、宇野さん俺のこと心配してくれてんの？そりゃそうだろう。お前が死んだら3万返ってこねえもんよ。ちゃんと返すっていつかは。いつかじゃなくて今日。なんでさ。行きつけの店に今日新人の子が入ったんだよ。どうしても一番に味見したくてな。それってシャチホコ娘のジュリアちゃんのこと？さすが風俗ライターよく知ってんな。宇野さんほんと新人好きですね。でもあの子って元マッドマックスのナナコちゃんだよ。え、あのおばはん？店変えて源氏名変えただけ。マジかよ。あ、待て。いつもより少なくないですか？たけ、何回連続で締め切り破っとると思っとるんだ。でも印刷には間に合うでしょ。今時手書きの原稿なんてこっちの苦労も考えろ。嫌なら今度から仕事くれせんぞ。ああ、はいはい、わかりましたよ。豪華に焼肉でもって思ったけど、ここは回転寿司でセーブするか。
高杉さん。回転寿司？ギャラもらったら俺んとこに直行するんじゃなかったのか。全額持っていくってのはなんとか。昨日から何も食べてなくて。おいおい、どうなってんだよ風俗ライターのギャラってのはよ。全額もらってもレシートも足りねえじゃねえかよ。うちの娘のお年玉だってもっとあるぜ。小4だけどよ。こんなんじゃ永遠に完済できねえな。いよいよ板金屋の社員だな。そればかりは。保険金で元本返して、障害者保証で利子返して、ほら宛名自分で書け。残金132万7534円と。Yeah.